カッピでの戦いは私たちが勝利したわ。だけどすぐ南蛮大王の猛角が治める南の地へと向かうことになったの。また戦い。でも少しだけほっとしてる。だってこれでしばらくは食と語、玄徳様と兄様が戦わないで済むんだから。猛角たちは結束が固いっていう話だけど、結束の強さなら私たちだって負けないわ。孫悟の絆の力見せてやりましょう。ガッピの戦で魏に大打撃を与えたことにより、天下は一時的に膠着状態となりました。この機を生かし南の地の外敵を制しましょう。敵は大王である猛角を中心として一つの家族のようにまとまっています。この結束力は侮れません。苦戦もあり得るでしょう。ですが姫もおっしゃる通り、絆の強さであれば私たち孫悟も負けてはいません。さあいざ南の大地へ。このまま一気に制圧するのだ。彼らの攻めの構え、処せはせん。
強敵と会えたわ。敵将撃ち取った。前に降参しな。燃えたよ。敵将撃ち取った。負けてらんない。倒されに来たか。行くぞ。はい、やっ、やっ、
カが引っかかりやがる。敵の大将は丸裸だぜ。この場所の兵が潜んでいたか。今度は負けねえからな。敵将撃ち取って、やっ、よし、体勢を整えよう。一気に逆転する。さあ、全力で来るがいい。なるまい。敵将撃ち取って、はい、はい、はい、やて、俺の考える通りに動いてくれたか。この辺で暴れりゃいいんだな。敵対象を撃つ。将校、勝利は目前だな。ひとっ走りして喧嘩を打ってくるか。あなたには朝飯前でしょ。この防衛の要所を突破できると思うな。
負けるわけにはいかねえ。南蛮大王猛郭を倒し、かの地を制することができた。これで奴らの侵攻を恐れることなく、天下へと進むことができるな。いよいよ孫悟の天下が見えてきた。次の相手は曹操か、劉備か。いずれであれ、この勢い、もはや誰にも止められはしない。Yeah.